どうも、奈良コミのタカです。今回は奈良県民なら多分知っている、橿原市民ならほぼ知っている、あの高級なお肉屋さんに行きたいと思います。とは言っても贅沢できる余裕がない、でも高級なお肉が食べたい、そんなわがままをランチテイクアウトなら叶えることができちゃうんです。先じゃないよ。現在走っているのは24号線。さあ、どのお店か分かりましたか？そちらのお店はこちらです。マジか。今回お伺いしたのは奈良県橿原市にある福寿館本館レストランさん。ついに来たぜ。テイクアウトした商品はこちらの2品。まず1品目は焼肉弁当。見るからにうまそうなお肉と野菜、ずっと見とけます。2品目は牛丼弁当。ご飯が隠れるほどのお肉が乗っていて、どんな味の牛丼かめっちゃ食べる前からワクワクします。はい、ということでね、福寿館さんの方でテイクアウトしてきたんですけど、焼肉弁当と牛丼弁当です。めっちゃ豪華ですね。焼肉弁当の方にはこういったタレと焼き塩がついてるんで、これをちょっとねかけていきたいなと思います。タレかけます。早速まずこの焼肉弁当の方から食べたいと思います。野菜もたっぷり乗ってますね。これがいいね。野菜の下にちゃんとご飯乗ってんねや。いいよ、いただきます。うん、めっちゃ柔らかいやん肉。うまこれ。ちょっと次元の違いを感じるわ。肉のめちゃくちゃ肉柔らかい。これはすごいわ。めちゃくちゃいい肉なんやろな。やばいぐらい柔らかい。塩の方はな、またこの肉の甘さまで伝わるからうまいな。肉自身をめっちゃ楽しんでる感じがある。うん、焼き野菜もうまいなこれ。ではこちら牛丼弁当いただきます。ご飯めっちゃたっぷり入ってるこれ。うん、何これこの牛丼、違う。肉柔らかいし上品やし、味がこれはやばいな。今まで食ってきた中の牛丼で一番うまい。ほんまにそう言える、過言じゃない。何やこの牛丼は。この牛丼やばいよな。やばい、なくなんねんけど口の中で。そうやねん、経験したことない牛丼や。うん、こんな贅沢な牛丼初めて食べた。めっちゃうまい。ほぼ肉じゃない。ほんでめっちゃ肉。奈良コミ。はい、ってなわけで福寿館のテイクアウトを楽しんだんですけども、うまかったですね。感動。福寿館ってはもう橿原市の憧れのねお肉屋さんなんですよね。もう橿原市民の方であればもう高い高級っていうイメージがあると思うんですけども、テイクアウトであればね1080円でね楽しめるメニューがあるということで、まあ、今回ね焼肉重と牛丼の方をね今回楽しんだんですけども、どっちも感動しました。もう肉のレベルが違うなと思いましたね。レベチです、これはマジで。どっちが感動強かったかって言われたら牛丼です。某チェーン店の牛丼っていうイメージでね食べたんですけど、もうねもう違うメニューって感じ。もちろんうまいじゃないですか、某チェーン店の牛丼も。いやもうでもそのうまさっていうその日が違うんですよね。それがこの1080円で食べれてめちゃくちゃ安いなって思います。感動を味わいたい方はまずこの牛丼食べてほしいです。さすが橿原市が誇るねお肉屋さん、福寿館やなって思いましたね。他にもねコロッケとか揚げ物はねリーズナブルで楽しむことできますので、そしたら単品もね楽しむことができます。あのお肉屋さんとしてお肉も販売してます。ぜひね皆さん気になる方、福寿館のお肉を買って食べてください。テイクアウトに関してはあのお肉屋さんのお肉売ってるところでテイクアウトを頼めると思うんですけども、僕はねあのもう事前にねあのお電話であの注文しました。電話に注文したらね鶏肉時間とかも合わせてね待ち時間ほぼなくね受け取れると思いますので、ぜひね電話注文してもらえたらと思います。メニューとはホームページ通り載ってますので、そちらを見ながらねあの頼んでもらえるのが一番いいかなと思います。受け取りの際はお肉が振ってる方で受け取ることできますので、店員さんにお声かけていただければと思います。
駐車場はね、広めの駐車場がありますし、第二駐車場として横にもね、広い駐車場あるので、まあ、止める場所は一切困らないかなと思います。今回はこんな感じで終わりたいと思います。こちらの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。あと Twitter、Instagram、Facebook もやっておりますので、そちらのフォローもどしどしお待ちしております。本日の高野一言、舌が超えてまうがな。次回の動画でお会いしましょう。バイ。